沖原高宗7月11日隊は、日本の銀行家で、三菱 UFJ フィナンシャルグループ特別顧問、山口県柳井市出身。旧 UFJ 銀行時代、取締役付きでないにもかかわらず、常務執行役員から、いきなり頭取りに就任するという異例の昇進をした。沖原が前頭取りだった、寺西正氏の後を受けて2004年5月に、 UFJ 銀行の頭取りに就任した時には、すでに UFJ 銀行の体力は BIS 規制における自己資本比率が国際業務を行うのに必要とされる8%を割れるか割れないかの瀬戸際に追い込まれていた。沖原は、上期中に大口融資先の対応について不責を打つ。十支に満たない融資先の再建の処理を念頭に置いている。 UFJ 銀行の問題は一言で言えば、大口融資先の問題に尽きる。などと述べ、不良債権の処理を断行を示唆した。しかし、UFJ グループの持ち株会社だった UFJ ホールディングスの参加だった UFJ 信託銀行を住友信託銀行に対し3000億円で売却することを発表することで繰り述べ税資産を自己資本に組み入れが、 監査法人に認められて2004年3月期の自己資本比率割れをなんとかつくろっている形であり、上記の発言を実施するのは体力的に難しい問題を抱えていた。特に問題になった再建は大英、双日で貸し付けの規模は1兆円を上回っていた。2004年7月に入って住友信託銀行は UFJ 信託との合併の前倒しを発表した。しかし、 7月14日未明に、三菱東京フィナンシャルグループと UFJ ホールディングスの経営統合が日本経済新聞によって報じられた。それに伴って、住友信託への UFJ 信託の売却は白紙撤回されることになった。この件で住信側が新議則違反であるとして、法廷で争ったが一審こそ統合差し止めの仮処分を認められたが二審、三審では、 差し止めが認められず三菱東京と UFJ の統合の方向でことが進んでいくことになった。現在はこの件では、住信は三菱 UFJ グループの間で賠償を求めて訴訟中である。様相が混迷する中、7月30日には当時の三井住友フィナンシャルグループ社長の西川義文も UFJ に対して、 経営統合を申し入れ経営統合の争奪が MTFG と SMFG の間で加熱の様相を呈した。結果的には MTFG との統合を決めることになったが、これは UFJ グループが単独での独立が難しい状況も表すことになる沖原や UFJ ホールディングス社長の玉越良介ら経営陣は当事者能力をほとんど失っていることも改めて示すことになった。 ただし、SMFG が統合を申し入れた結果、当初は一方的な救済合併の見方が多かったが、統合後の役員人事や株式の統合比率で、少なからず有利にはなったと推測される。SMFG は TOB を仕掛けるのではという説が流れる中 MTFG は、持ち株会社の UFUD ではなく、UFJ 銀行を対象に7000億円の増資を引き受けると同時に、 UFJ の経営陣に不良再建の処理を促した。UFJ グループの中で最も問題とされたのは大英向けの再建だった。当時の大英は中内の会長退任後、高木国夫の指揮下で資産の売却や売り場の改善を進めていたがその売り上げは低迷調落の一途をたどっていた。高木は2002年3月に決まった債権計画の途中でメインバンクサイドの移行で、 産業再生機構に送られてしまうことに難色を示した。また、経済産業省もこれを支持していた。しかし大英の決算の前提に金融機関の支援の不可欠とする監査法人の見解を受けて高木が本意して再生機構へ送られることが決定した。このように2005年3月期の UFJ は経営に混迷を極める中置きはら,ら、 UFJ グループの経営陣の手腕が発揮されることはほとんどないまま経営統合に至ることになった。MTFG との経営統合後は同社の常務執行役員に就任。三菱東京 UFJ 議員に合併後は代表権のない取締役副頭取となったが、副頭取は旧 BTM の副頭取らも横滑りしており、単独での就任ではなかった。 2008年4月1日、MUFG の会長に専念する玉子氏の公認として、銀行の代表権のない取締役副会長に就任。同時に、MUFG の執行役員を退任し、銀行副会長に専念する形となった。2010年6月、銀行副会長を退任。代表権のある MUFG 会長を経て、2014年6月、 下順で退任した。公認の MUFG 代表取締役会長は、同じく三和銀行出身の園清志が起用された。ありがとうございます。